ロベルト・カヤヌスは、フィンランドの指揮者、作曲家。レジオン・ドヌール勲章ほか数々の栄誉を受けている。ヘルシンキで生まれ、同地で学んだ後、ライプツィヒ音楽院で、ハンス・リヒター・に指揮法を、カール・ライネッケとザ・ロモニ・ヤーダスゾーンに作曲を学び、パリでヨハンス・スベンセンにも指示した。1880年代に指揮者として、ヘルシンキ管弦楽団に永続的な足跡を残した。 代表作の公共詩、アイノは、ジャン・シベリウスに感銘を与え、クレルボ公共曲の着想を促した。カヤヌスは、シベリウスをはじめとするフィンランドの作曲家の擁護者であり、シベリウスの公共詩、エンサガヤ、ポホヨラの娘は、カヤヌスに検定されている。カヤヌスは、この2曲を、1930年代に、ロンドン公共楽団を指揮して、録音を残した。 シベリウスとは、信仰が深く、生前は、シベリウス作品の権威とみなされた。1930年代に、フィンランド政府が EMI に、シベリウス作品の録音を依頼した際に、指揮を担当したのもカヤヌスであった。しかしながら、公共曲第1.23.5番を録音したところで、カヤヌスがなくなってしまったので、公共曲全集の完成は叶なわなかった。 最も1898年にシベリウスが大学教授に任命されたとき、もう一人の志願者だったカヤヌスが大学当局に訴え出て決定を覆させたこともあるが、両者は1900年にヘルシンキ管弦楽団の演奏旅行に向けて和解し、同年のパリ万博で成功を勝ち得た。カヤヌスはノルウェー人女性と結婚し彫刻家になった娘を設けた。娘は ロシア人貴族のパベェル・チゴダイエフと結婚し、その息子にロックミュージシャンのゲオルク・ヨハン、チェゴダイエフ・カヤヌスがいる。ありがとうございます。